IAI クフィル、IAI クフィル C7IDF、AF 第144飛行隊クフィルは、イスラエルのイスラエルエアクラフトインダストリーが、ミラージュ3をベースに独自改良を行って、開発した、戦闘機。カフェアとは、ヘブライ語で、コライオンの意。日本語では、クフィールと表記されることもある。1960年代、イスラエル空軍では、ミラージュ3をはじめとする。 フランス製戦闘機を主力としていた。しかし、1967年の第三次中東戦争後、シャルル・ド・ゴール政権の中東外交政策転換により、フランスからイスラエルへの武器輸出が停止される。そのため、50機を発注済みであったミラージュ5の引き渡しも行われなかった。これがクフィル開発の発端となった。IAI は、 すでに脱走者との間に機体のライセンス生産の契約を結んでいたミラージュ後に第三国から図面を盗み出し製造したアター 9CE エンジンを組み合わせることで独自生産型ミラージュとも言うべきネシェルを完成させた一方でイスラエル空軍は高値、高温条件下や並走搭載時におけるエンジンのパワー不足に不満を持っていたそこで同時期に アメリカ合衆国から F-4E を導入したことからミラージュのエンジンを F-4E に搭載される J79 に換装し能力向上を図る目的で計画された機体サルボが開発されネッシェルとサルボの開発成果を組み合わせた機体であるクフィルの製作へとつながったフランス製のミラージュ3に J79 を搭載したサルボは 1970年10月に飛行した。この試作機に続いて1973年6月にラームと名付けられたプロトタイプが製作された。続いてバラクと名付けられた機体が IAI によって生産され、1973年10月6日に勃発した第4次中東戦争中に運用された。クフィルの名称で J79 に、 最適化された機体の量産開始は、第4次中東戦争終了後の1975年4月のことだった。外見は、原型となったミラージュごとにいるが、アター 9C より2トン以上水力が大きい J79 を搭載したことにより、飛行性能が向上し、ペイロードも約 1500kg 増加した。J79 を搭載するために、胴体には、 大きな回収が加えられている。エアインテークは拡大され、後部胴体は太くなり、熱に強いチタンも導入している。垂直尾翼基部には、アフターバーナー部冷却用の、後部胴体には、タービン冷却用の小型エアインテークが追加されている。また、重心を合わせるためにビブが0.6メートル短くなっている。生産型である。 クフィル C2 からは、エアインテーク剣部に、カナード翼、機種先端にストレーキ、主翼にドッグトゥースが追加され、離着陸性能や、旋回性能、公務改革時の操縦性が大きく向上した。これらの回収は、あと日本家である、ミラージュ3-5の近代化回収機にも取り入れられている。なお、C2 も、C は、カナードを意味するため、 初期型は単にクフィル1と呼ばれたが、後に、カナード翼とストレーキが追加されて、クフィル C1 と呼ばれるようになった。アビオニクスは随時更新されており、エルタ製 L-M-2001B 即興レーダーや、MBT 製二重コンピュータ操縦システムのほか、後にグラスコックピット化もされた。戦闘機ではあるが、余裕のあるペイロードと、高度なアビオニクスにより、対地、 対レーダーミサイルやレーザー誘導爆弾にも対応しており、対地攻撃機としても運用可能。量産開始直後の1975年4月に第101飛行隊、1976年には第113飛行隊にクフィル1が配備された。1977年には第101飛行隊のクフィル1が主生産型のクフィル C2 に更新され、 第101飛行隊のクフィル1は第109飛行隊に移管された。この頃にクフィル1がクフィル C1 仕様に改修された。1978年には第144飛行隊がクフィル C2 の運用を開始した。1979年には第113飛行隊の C1 が C2 に更新され、1980年には 第109飛行隊の C1 も C2 に更新された。これらの飛行隊から放出されたクフィル C1 は第254飛行隊に移管された。1980年末頃には第149飛行隊がクフィル C2 の運用を開始した。1984年には第254飛行隊が解体されクフィル C1 はイスラエル空軍からは退役となり、 アメリカ海軍、海兵隊にリースされ、F、F-21 ライオンとして運用された。また、C2 を運用していた第113飛行隊も解体、された。1986年には、第109飛行隊が解体され、1987年には、第101飛行隊が、運用機種を F-16B ブロック30に更新した。 この時点でクフィルの運用を続けていた部隊は、第144飛行隊と第149飛行隊の2個飛行隊であった。1991年には、第149飛行隊が解散し、最後に残っていた第144飛行隊は1994年頃に、運用機種を F-16A-B に更新した。前述のように、クフィル1は4個飛行隊、 クフィル c には5個飛行体で運用されたことになるが、これらの飛行体のうち、クフィル C7 への更新が確認されているのは最後まで運用を続けた第144飛行体のみである。退役した機体は未だ多数が、保管状態にあるとされ、一部は、レストアと回収を受け海外保有国に輸出されている。輸出も行われたが、アメリカによる J79 の再輸出許可が、 大幅に遅れたため少数の国にしか輸出されなかった。その中で、アメリカ海軍、海兵隊は F-16N が導入されるまでの間、F-21 ライオンの名称でクフィルをリースし、仮想的機として運用した。アメリカ軍が外国製戦闘機を採用したのは、第一次世界大戦時以来のことであり、その性能は、 ミッグ -21 をよくシミュレートできると好評だったという。2014年4月3日に IAI のジョセフ・アイス CEO が明らかにしたところによると IAI はクフィルの再生産を開始しており販売のための活動も行っているという。受注についての詳しい発表はないがアルゼンチンからの受注があったことは認めている。 1982年のレバノン侵攻で、イスラエル空軍機が初めて実戦に投入され、A-4 や F-4 と共に、対地攻撃を実施した。1995年にエクアドルとペルーの間で、起きた、セネパ紛争では、エクアドル空軍機が、ミラージュ F1 と共に、ペルー空軍機3機を撃墜する戦果を挙げている。スリランカ内戦では、 スリランカ空軍機がウクライナから輸入したミッグ -27 と共に、タミルイラム解放の虎に対する対地攻撃に従事した。出展、EN IA、IAI カフェや諸元性能武総採用国このほか、民間軍事会社アトクが民間登録された F-21A を仮想敵機として使用している。ありがとうございます。